お久しぶりです、長門ブログです。今俺は夏休みで東京のコワーキングスペースを借りて今この動画撮ってんねんけども、おい長門と、夏のインターンシップどうなってんの？アメリカでインターンシップ取られへんかったから今日本におるんちゃうんか、それについて喋るんが恥ずかしいから YouTube の更新止まってるんちゃうんかと思ってる人結構おると思う。そういう人に向けて今俺の状況どんな感じなのか、あと夏のインターンシップどうなったんかっていうところについてこの動画で詳しく喋っていけたらなと思います。まずこの動画でも言ってんけど、今年の夏インターンシップ取るマジで難しかったね。俺がアメリカでインターンシップ見つけるのむずい理由ってのが3つあって、1つ目が留学生っていう立場、2つ目が経験が全くないっていうところ、3つ目がテック企業のレイオフブームっていうところで、アマゾンとかメタとかがエンジニア切りまくっとって、雇用の凍結とかインターンシップの中止がバンバン起きとって、んでこの Google シート見てもらったら分かると思うけど、これ俺が申し込んだインターンシップのリスト真っ赤っかやね。赤ってことはこれつまりリジェクション、すごい数のリジェクションメールが来て、俺もほんま精神今ズタボロやねんけど、 Vlog の中でもよくやってたこのオンラインアセスメント、オンラインでコーディングテストをやるみたいなのは何件か来てんけど、そっからインタビューにさえ行けない期間っていうのがもう4ヶ月以上続いたっていう状況、マジで絶望してた。ちょっと余談やねんけども、正直言うともうアメリカでインターンシップ取るの若干諦めてた自分がいて、 Twitter 俺地味に2500人ぐらいフォロワーおんねんけども、そこで助け求めたりした。日本のテック企業でインターンシップ募集してるとこないですか、助けてくださいみたいなツイートしたら、結構いろんな人が DM とかでお話聞きますよとか、他の人とつなげましょうかって提案してくれる人がいたりとかで、これが正しい SNS の使い方やなってめっちゃ思った。ほんでは話を戻して、このインタビューさえない期間が4ヶ月続きましたと。ほんならこんなメールが来てん。メールの内容を要約すると、俺のやったオンラインアセスメントのスコアが良かったからインタビューしましょうよっていう内容やってん。このメール来た時はマジで信じられへんかったな。インタビュー行くのにめちゃくちゃ苦労してたから、ここで決めんとマジでヤバいっていう焦りもあったよな。ちなみにちょっとこれも余談やねんけど、ここ OA オンラインアセスメント受けた日やねんけど、実はこの Vlog の中で実際に俺が受けてたやつで、ね、動画見てくれたら分かると思うけども、このオンラインアセスメントのコーディングテストをやる直前に何度の誕生日パーティーで俺ワイン飲みまくってんねやから、ほろ酔いの状態で受けたオンラインアセスメントがたまたまパスしたっていう、俺もしかしたら酔っ払ってる方がコーディングできるのかもしれないけども、気になったらこの動画見た後にこの Vlog もチェックしてほしいねんけども、インタビュー当日になりました。エンジニアの面接って2種類あって、1つがコーディングインタビュー、2つ目がビヘイビアルインタビューっていうのがあんねやんか。1つ目のコーディングインタビューっていうのは面接官を目の前にして、これを解くプログラムを書いてくださいって指示されて、それについてコードを書きながら説明しながらやっていく、これが1つで、2つ目のビヘイビアルインタビューっていうのが今までの経験とかどんな強みありますかみたいな、コミュ力が結構物を言うようなやつ。俺としてはビヘイビアルインタビューっていうところは自分としては得意なのかなと思っててんけども、オンラインアセスメント通っただけやから、しかもこのインタビューに来る面接官っていうのがソフトエンジニア2人ですって言われたから、コーディングインタビューですかと緊張するなという感じで Zoom でインタビュー始まりました。インタビューの様子を覚えてる限りで実際にここでちょっと実演してみるわな。こんにちは。こんにちは。なんでうちの会社を選んだんですか？実は僕もこのプロダクトを利用したことがあって、その時に素晴らしいプロダクトやと思ったし、これから新しいプロダクトに貢献していきたいなと思ったからです。エンジニアとして自分の優れている点はどこですか？自分にはエンジニアが問題解決をするために必要なクリエイティビティに長けてると考えてます。そもそも自分がこの YouTube チャンネル活動っていうのを行ってるんですけども、それをやってる理由も留学前に自分が持っていた問題を解決するために始めたことで、それに加えて自分自身も感じていた日本人が英語学習する上での課題っていうのを解決するためのモバイルアプリ開発した経験があります。このアプリで英語学習が効率的にできるようになったっていう声を聞いたときは、エンジニアで良かったなと強く思わされます。それじゃあ既存のソフトウェアの開発に参加するよりも一から開発していくチームが好ましいっていう感じかな？そうやと思います。スクラムっていうチーム開発で使われるものがあるんだけど、聞いたことあるかな？シリコンバレーっていうネットフリックスであるドラマで見たので、なんとなくは知ってます。シリコンバレー知ってますか？大学生をしながら YouTube 活動もして忙しいと思うんだけど、どんなことをしてる時が楽しいかな？ルームメイトが同じような夢を持った人が多くて、そいつらと将来について語り合ったり、時にバカ話してる時が正直一番楽しいですね。もちろんお酒を飲みながら。いいね。どんな言語での開発が好きなのかな？実際の開発経験は Swift でのモバイルアプリ開発なので、 Swift は好きですね。あと Python もコードが書きやすいので好きです。 Django を今独学中という感じで、大学では C 言語などの開発も行ってましたが、 C 言語は正直嫌いです。以上です。お疲れ様でした。ありがとうございました。聞いてわかると思うけど、信じられへんぐらいカジュアルに受け答えしてて、自分でも正直聞いてる。あと俺このインタビューの後正直落ちたと思って、っていうのもそもそもインタビューこれ45分ありますよって言われて初めてで、終わった時間見てみたら15分で終わってんね。もう絶対無理やん。しかも俺コーディングインタビュー覚悟してたのに、全然ビヘイビアルインタビューだけで終わっちゃったし、それって結局エンジニアとして見てくれてないってことなんかなと思って、無理やろうなと思いながら1週間半ぐらい待ってたら、こんなメールが届いて、 Hi Nagato, hope you are having a wonderful Tuesday so far. I wanted to let you know that the team had wonderful feedback from your interview and think you would be a great addition to our software engineering internship for 2023. ということで、Nagato、インターンシップ獲得しました。未だに信じられん。読み方間違ってんのかなと思って日本語訳までしたから。だってあんなインタビューの受け答えで、しかも経験ゼロで、ほんまに俺もう
まだ信じれてない。ほんで次はインターンの内容と、あとみんなが気になってるお金のことについてとか喋っていこうと思うねんけども、まず最初にどこの会社でインターンっていう質問があると思う。一つ言っておくと、 Google とかメタの大企業ではありません。正直過去の経験なしで GAFAM に入れるほど甘くはないし、基本的に経験ない時っていうのは小さめとか中堅の企業で働いて、そこで経験積んでからそういう大企業に挑戦するっていうのが基本やねん。俺も今回経験なしで一発目のインターンシップというところでかなりの小さい企業を覚悟しとってんけど、実際俺がこの獲得したインターンシップの会社は結構でかくて、従業員1000人以上で、オフィスがオースティン、オーストラリア、ポーランド、アイルランド、イングランドにあるっていう、まあまあでかい会社やったんよ。正直ここからフルタイムオファーがあればこのまま就職しちゃいたいと思うような規模の会社やねん。でなんで俺が今日本におんねんと思ってる人おると思うねんけど、このインターンシップ完全リモートやって、引っ越しの時期があって、この夏はアメリカにアパートメントがないっていう状況やったから、日本におれたらいいなと思ってハメ元で日本から働いてもいいっすかって聞いてみたよ。そうしたら全然ええで、俺が働くであろうチームの中にはフィリピンから働いてるやつもおれば、オーストリアから働いてるやつもおる。そんなやつらもたくさんいるぐらいだから、日本から働くの全然 OK だよ。ただ時差がしんどいかもしんないけど頑張ってと。そんな感じで日本から働くの OK してくれたような、マジ最高やし、この企業で俺できればフルタイム欲しいなって思ってます。でおそらく時差のせいでミーティングっていうのは真夜中になるから、俺がこの真夜中夜このコワーキングスペースでミーティングに参加してる様子とかも Vlog していくと思うから楽しみにしといて。ほんでまあみんなも気になっているであろうこのインターン中の給料についてやねんけども、はい言います。まあインターンシップやから時給制ではあんねんけども、この時給が27ドル、1ドル140円に換算したら3780円ぐらい。しかもリモートワークね、1週間に40時間働かなあかんから、これ掛け合わせると15万1200円。でこのインターンシップ10週間あるから、計算すると俺この夏のインターンシップ10週間で約151万2000円がマックスの給料でもらえるっていう感じ。やばない？アメリカマジでやばい。未経験一発目のインターンシップでこの給料がもらえる。半端じゃない。もちろん Google とか Amazon やったらここのインターンシップの給料2倍ぐらいになるから話にならへんねんけど、それでもこの給料十分すぎるし、その他にも仕事で使うラップトップとかマグカップとか T シャツとかフーディーも全部支給してくれたっていう感じで、会社の方に YouTube で会社名出してもいいですかって確認取って OK が出たら、そのマグカップとかフーディーとか着てる様子とかもできれば動画で収めたいなと思ってんねんけども、そこはちょっと許可出てからって感じだから、まだちょっと会社名は言わんとこは。これからの流れっていうところを説明しておくと、一般的なアメリカ就職の流れってまず夏にインターンシップします。でそこで評価されたらフルタイムオファー、またリターンオファーっていうのが出ます。そうしたら卒業した後その会社に戻ってきていいよっていう許可が降りるっていう感じやねんか。だからインターンシップでしっかり俺は力を発揮してフルタイムオファー上げるに値するって思われないといけないっていう感じ。ちなみにこの会社の1年目のフルタイムエンジニアの給料を調べてみてんけど、1年目の平均で1000万円って書いててかなり夢あると思う。これからも止まらずアメリカ就職に向けて頑張っていくから応援よろしくお願いします。ほんでさっきも言ったけども、多分昼夜逆転インターン生の日常みたいな感じで Vlog も出していこうと思うから、チャンネル登録よろしくお願いします。これからもこんな感じでアメリカ就職を目指して頑張っている一日本人留学生のストーリー物語っていうのを見て楽しんで応援してくれたらなと思います。ではこの動画これで終わります。次の動画で今年の夏のインターンシップ挑んねんね、今年の夏のインターンシップ挑んねん、今年の夏のインターンシップ挑んねん、うファック。ではこの動画今日でんではこの動画これだー